Thank you.
東日本を襲った巨大地震、あの日の大津波によってたくさんの尊い命が奪われました。改めて心よりご冥福をお願いいたします。Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. 2011年3月11日、東日本を襲った津波のあまりの凄さ、あまりの悲惨な光景に言葉を失いました。あれから7年が経とうとしております。被災地では今もなお不自由な生活が続く中、被災者を復興願い、苦しみ、悲しみの中から力を合わせて立ち上がろうとしております。今東に州に住む自分たちに何ができないのか、ほんの少しでも被災地のために何かできんのか、こんな思いから東岸を中心としたアーティスト協力のもと、2011年より東日本訓練コンサート熊野の思い届け笑いを開催してまいりました。そして本日ただいまより東日本救援コンサート熊野の思い届け笑い2018を開催いたします。本日の司会進行を務めさせていただきます、熊野騎乗太鼓東日本救援コンサート熊野の思い届け笑い2018、実行委員会事務局港です。不慣れではございますが、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは開催に先立ちまして実行委員長山本明彦よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。東日本大震災から丸7年となります。本日熊野の思い届け笑い2018を開催させていただきます。今回も頼りない実行委員長を務めさせていただきます熊野騎乗太鼓メンバー山本と申します。このコンサートは今のオープニングの紹介にもありましたように、震災が起こった年の7月からこの地域で活動するいろんなアーティストに参加してもらって行っておりまして、今中央に置かせていただきましたような募金箱を置かせていただき、お越しいただきました皆様にお気持ちを閉じていただくという形で開催しております。皆様からお預かりいたしましたお気持ちは、私ども実行委員会メンバーが毎回岩手県の陸前高田市、熊野から約1000キロあります陸前高田市を訪ね、現在子どもの学び基金というのに全額直接手渡しで寄付させていただいております。なぜ陸前高田市かと申しますと、この前に広がってます黒潮の熊野灘、これと同じような本当のきれいな町並みが広がる陸前高田市、ここと熊野はすごく縁があります。この地域の方はご存知だと思うんですけれど、毎年熊野市で開催しております強固院熊野という太鼓のこの地域を元気にしようというイベント、その原点が陸前高田市にあります。陸前高田では毎年全国太鼓フェスティバルという、太鼓うちの憧れの地と言われるそういった大きな、太鼓のイベントを地元のスタッフの方で開催されてました。それをもとに強固院熊野も開催するようになりました。そして私ども熊野騎乗太鼓も震災前に2回その舞台に立たせていただいたご縁があります。その時のスタッフの方もお知り合いになった方もたくさんの方が津波におってお亡くなりになっております。そういったご縁もあります陸前高田に広い東北を代表していただいて私どもの気持ちを伝えようということで
毎年お届けに上がっているとこのようなコンサートであります。まあ、このような趣旨を持ったコンサートではありますけれど、この地域で活動するさまざまなアーティストに参加してもらっての楽しい楽しい長丁場のコンサートであります。5時までを予定しておりますので、都合のつく時間だけでも、お聞きいただき見ていただき、できましたら、お気持ちを投じていただければ非常に嬉しく思っております。